どうも、今日はですね、熊本の水前寺公園に行きました。今から散歩したいなと思います。そこでですね、今日はスペシャルゲストがいます。ではどうぞ。どうもお名前を。有田祐介です。ありがとうございます。彼はですね、僕の大学の後輩でして、今ここの熊本ロアッソ熊本のアカデミーで、フィジカルコーチしてます。で、急なお誘いにもかかわらず来てくれたので、一緒に中洲と散歩しようかなと思ってます。では行ってきます。行ってきます。今散歩してます。いろいろですね、 J クラブのトレーナーフィジカルコーチである有田くんにですね、質問してみたいと思います。逆光でめっちゃ眩しくて目開いてない。富士山が後ろに、富士山が後ろにあります。めっちゃ散歩するには最高。あ、400円かかるんですけど、めっちゃ綺麗ですね。めっちゃ綺麗。さて、有田くん今何歳ですか？今27歳です。27歳。はい、27歳。大学は僕と一緒なんで、関西医療大学、これ言っていいんかな？大丈夫です。関西医療大学の、を出て、その後何してたん？その後は、茨城にある流通経済大学の大学院。大学院。修士マスター。マスター。何を専攻してたの？スポーツ科学です。修論はどんな書いたの？修論は大学サッカー選手における、うん、コンディション評価の。何するの？コンディションの評価は。今、いろいろコンディションの、評価方法っていろいろあると思うんですけど、うん、それをいろいろ、こう、数名の被験者にやって、個人によって、こう、どのコンディション評価がそいつに合ってるかとか。うん、あ、じゃあ、例えばどんな測定とか、こう、項目でチェックするの？起床時の心拍数とか、うんうんうん、血圧とか、体温、うん、あとは唾液量って言って、ガーゼかまして、その唾液の量であったり、あとは練習前に、ジョギングした後の心拍数の変動と、うん、あとは垂直跳びとか、そう、パフォーマンス指標とかも、じゃあ、ハートレートとかつけて、そういうのもやってた？そうです。すごいな。で、その中で、あ、こいつちょっと疲労してんなとか、これちょっと元気ないなみたいな人をピックアップして、別のトレーニングした方がいいですよみたいな提案をするってこと？まあ最終的にはそういうところにつなげればいいなと思って、研究はしたんですけど、まあ一番のところは、どういった指標が実際簡便に現場で行えるのかっていうところと、うん、まああとは、まあコンディションのところは個人の変動が多いと思うんで、うん、その、チーム全体でやっても、まあ、個人によって差があるから、それが、その数値が意味あるのかどうか、とかも含めて、見ていったって感じです。確かに。やっぱ現場でさっき言ってたように、簡便でっていうのがめっちゃ大事だもんな。そうですね。だって、チーム見てたらさ、30人、40人を、はい、さ、1人10分かけてたら、1日の仕事もそれだけで終わってしまうもんね。はい。確かに。はい。だから今では、今のロアッソフォンと大体ニュース見てるんですけど、たちにはもう毎日コンディションチェックシートだけはつけさせて。それは書かせる？なんか、クラウドでやってる？全部、野球のシートで。で、まあ見て、チェックする。はい、落ち込んで、見ていく。でもそうなるよね。アカデミーだったら教育っていう意味がめちゃくちゃ大きいもんね。はい、目の前のパフォーマンスももちろん大事やけど、はい、今後どういう選手を作っていくかっていうのはすごい大事だよね。なんでも最初に、自分の中でのこうフィジカルとかコンディショニングのビジョンみたいなのをもう選手のミーティングで伝えて、こういう選手になることをこっちは望んでるし、ああ、いいや。今でも伝えて。これもう一周してもたで。1時間かけて一周するところが。そうです。もう終わったな。終わろうか。10分で終わりました。おお、10分、予定通り10分やな。すごい予定通りとか言わないでください。悲しい、悲しい。そうか、どっか座って、なんか対談っぽく話しようか。そうしますか。あ、それがいいな。一回切ろう。フィジカルコーチになろうと思ったら何ですか？元々はトレーナーで、選手のこう治療とか、ケアしたいみたいな、思ってます。が、始まりで、僕、中学ぐらいの時にトレーナーになりたいと思って、まあ、大学入ったんですけど、まあ、大学入ってる中で、まあ、社会人チームのトレーナー行かせてもらってる時に、まあ、ウォーミングアップとか担当する中で、こう、運動指導の方が、なんか自分の中でやりたいなっていうのが強くなってきたのと、まあ、あとはまあ、怪我を。それはごめん、それはいつからなの？
もう、外取れないかしまったら2年、大学2年生、ね、じゃあ20歳ぐらいってこと、はい、で、そこからそういうのに興味を持ち始めて、であとはまあ、ケアとか治療とか、まあ、する前にもうこう運動指導でこう予防みたいなところに一番こう興味が湧いたのかきっかけ で、あとはお互いの恩師である山口先生に、まあ、そういう話はずっとしている中で、まあ、大学卒業後の話をしてたら、まあ、その流通経済大学に小貝先生って言って、はい、日本代表、はい、アンダーカテゴリーのコンディショニングコーチの小貝先生がいるんですけど、の、話が出てきて、まあ、ぜひそこで勉強したいっていうことを、それきっかけで、じゃあその先生に教えてもらいたくてその大学を選んだ、そうです、で、その後、すぐ J クラブ行った、そうです、大学に就職して、まあ、縁もあって、うん、ロアソクモトに入れていただいて、うん、で、その3年目に、いいやめっちゃチャンス来たんやね、じゃあ、はい、チャンスが、タイミングが良かったです、そうか、で、行ってみてどうやったんですか、イメージ通りやった、思ってた仕事というか、まあ、フィジカルコーチっていうのと、あとトレーナー兼任みたいな部分があるんで、最初のうちは、こう時間の使い方、こうフィジカルコーチとしての時間の使い方と、あとトレーナーとしての時間の使い方のこの、配分とか難しかったりとか、あとは結構 J クラブって言ってもこう事務作業が多かったりとか意外とするんで、何がある事務作業は、お金の管理とか、はい、グランドの手配とか、確かに、はい、それはあるな、っていうのがあったりする で遠征行ったら遠征行く時の準備、何か必要なものとか、はい、病院探さないといけないとか、はい、そういうことになる、そうです、確かにアカデミーあるあるよね、アカデミーはチームは、1個1個、ユースとジュニアユースは、はい、で今年から阿蘇の方にもジュニアユース1個できたんですけど、まあ基本的にはこっちの本体のユースと、うん、ユースと本体のジュニアユースがもうメイン、何人ぐらいいるの、それぐらい、ユースが今で41人と、ジュニアユースって3学年では60人ぐらいですね、その頃はみんな寮に入ってるの、いや、ってるユースのもう一部の人だけが寮に入ってる感じです、他はもう全員通ってます、あ、じゃあみんな熊本の子なんや、はい、で、寮に住んでる子は県外は何人かいるんですけど、まあ8割方は、8割9割はもう逆にあれやね、だって J クラブの僕らイメージしやすいのはトレーナーしてるとかは、はい、マッサージしてるとかは結構イメージしやすいけど、フィジカルコーチになるなり方って、はい、あんま僕らの中ではわからないというかいないから、はい、いやもちろんチームにはいるけどさ、はい、なってる、どうやってなったんですかっていうとみんな方法がまちまちやんか、はい、体育系の大学出身者もいるし、はい、なんかトレーニング好きやからとか、もしかしたらサッカー出身者やからとかね、しかもフィジカルコーチの場合、サッカーのフィジカルコーチの場合はサッカーの要素強すぎるから、サッカーやってないと結構きついよね、で僕もそのサッカー自体やってたんですけど、そのレベル高いところでやってなかったんで、まあ、こうユースのところとかのレベル高さとか、あとはもうサッカー その専門のコーチみたいに教えてもらったことないんですよ僕の高校時代の顧問も野球出身の方だったりしたんで、だからサッカーっていうのを僕このユースからロアッスに来てから初めて、サッカーってこういうことなんだっていうのを、監督もそういうことがすごい方なんで、カリスマ性のあって、でサッカー的にも持ってる方というか、詳しい方なんで、そこも含めて勉強になってます、いや僕もそのアカデミーに行ってセレッソの時にアカデミーに行ってよかったなと思ったのが、めちゃくちゃ丁寧にサッカーのことを教えてくれるから、はい、いいなと思った、中学生1年生にも、はい、こういう時にはこうだよねって基本的なことをいっぱい教えるやん、はい、それが僕らにとっては、ああなるほどそうなんやっていうところがあって、そのままユース見てトップチーム見ると、あそれがレベル高くなるとこうなるんやみたいな、はい、ただただボール回しのルールだったとしても全然違うやんか、はい、違います、ね、それがすごく面白くてアカデミーっていいなと思って、はい、そうなんや、でアカデミーだと選手の変わっていく姿っていうのが間近に見えるんで、それが楽しかったりとか、また中学生とかだと教えたことが結構すぐできたりとかする子もいるんで、声かけ次第で変わっていく姿が間近で見れる、それが面白いですね僕も、セレッソいたのが4年前、5年前やけど、その時に中学生、高校生やったやつが今 U23 とかに入ったり、トップチームにちょっとだけ顔出したりとか、はい、
で、それがやっぱ楽しいよね。あ、それはやりがいがあるな。はい、あ、だから、あの、今年僕3年目なんで、今の3年生と一緒にこう、ルアサに入団した感じなんですけど、まあ、今年その3年生から3人トップ昇格するんですけど、あの、もう本当1年の時もうガリガリで体のこととか何も知らんかったやつがなんかもう、いや、ケツガーとか喋れるようになって、アカデミーのコンセプトもね、はい、見たら、まあ、それはちょっと嬉しいなと思うし、それはすごいありがたい、はい、逆に、うわ、これきついなみたいな時ある？きついな、しんどいなとか大変やなって、あんまない。まあ、でもそのリハビリの中で、うん、あ、やっぱり戻った選手があんま動けてないとか、まあ、再受賞しちゃったとか、まあ、そういった時にはなんか、まあ、自分のこの実力不足を実感するんで、責任感じる、はい、その時はなんか心は痛みますし、まあ、それは絶対つきものやもんね、はい、うん、まあ、そこはでも、あの、おっしゃる通りつきものなんで、うん、まあ、そこは一個一個こう、うん、トライアンドエラーというか、うん、一個一個経験積んでいく中で、うん、成長できればいいなと。なんでっていうところがしっかりね、その後考えて突き詰めていけばね、はい、確かにな、それはあるな。逆にアカデミーの時大変やったこととかってあるんですか？アカデミーは、セレッソにいた時はアカデミーの数がそもそも多すぎて、ユースは1チームやったけど、ジュニアユースは3チームあったから、それのコントロールするのは結構大変だったかな。まあ、本体、そのいつも普段練習する大阪拠点にしてるチームはコントロール結構簡単やし、コーチ陣とも毎日会うからコントロールできたけど、じゃあ和歌山の方にもチームがあって、それには週に1回しか会わへんとか、下手したら2週間1回しか会わへんとかもあったし、あの、尼崎で拠点にやってるチームとかもあるから、その子らをどうコントロールするかっていうのは大変、特にこう怪我人を集めるっていう作業が大変です。和歌山で怪我した時にじゃあどう対応するねって、まあ、わざわざ大阪まで来させる必要があるかとか、それを現地 の病院とかにも力借りてやってたけど、それが何だろう、難しかったかな、遠隔で何かするっていう作業。それ以外は何だろう、みんな楽しかったから別にあんまりしんどいことも、まあ、ああ、一個あったな、バス移動まあ、これはね、もうアカデミーやってたら付き物なんかもしれへんけど、やっぱトップチームとかはね、まあ、それこそ野球とかは絶対新幹線とか飛行機の移動やし、バスって言ってもまあ1時間か1時間半乗ったら長い方やけど、平気で関東までバスで、しかもマイクロバスで行くんやと思って。ありますね。それが一番、そうやって、確かにそれが一番しんどかったな。確かに言われた、九州大きいんで、うん、あの、なんていうんですか、移動のところは確かに大変です。なんで、あの、チームの車を運転して、用具乗った車を運転して行って、うん、試合してまた帰ってきて、帰り眠いみたいな、そうな、それはあるか、あったりとか、あるあるやな、しますね。でも不幸中の幸いっていうか、熊本九州の真ん中らへんなんで、どこに行くにしても 2、3 時間あったらこう行けるぐらいなので、そこはまあ助かってますけど、はい、そうか。結構遠征も多い、今、そう、遠征、そうですね、今、プリンスリーグって言って、九州のリーグに所属してるんで、まあ、半分はアウェーの試合なんで、まあ、年間、まあ、その9試合は絶対にアウェーでどっかに行くっていう。すごいな、大変やな、それ、なかなかっすね。そのリーグでは、順位的には、成績はどんなの？今年、試合が全部終わって、6位。おお、何チーム？10チーム。おお、真ん中。真ん中。熊本のポジションと一緒やね。熊本のポジション。これからやなって感じ。はい。そうですね。まあ、なんで、まあ、来年も同じリーグに入れるんで、うん、まあ、来年こそは。あ、野球とサッカーの両方行ってどうなんですか、ね。全然違う世界なんですか、ね。全然違う。全然違う。まず野球は人数多い、トレーナーの人数が、あ、そういうこと。まあ、選手も70人以上いるけど、トレーナーもオリックスは14人いたかな。そうなんですね。セレッソの時は、トップチームが3人プラス僕やったから4人か、でフィジカルコーチが2人とかやったから、まあ、6人か、だからそのチームが丸々2つあるっていう感じかな。
なんか人数が多いから全然規模も違うし、選手も30人とか40人、セレッソは40人いたからその時ちょっと多くて、でもやっぱり人数が全然圧倒的に違うもんね。だからあ、で、あと1軍2軍がもう全く別のチームだから、なんだろう、情報の共有とかがめっちゃ大変やね。だから降りてくるときとか上がるときとかの、まあ、共有事項とかは、まあ、普段こういうことやってますとか、まあ、そういうことを報告したりとか、そういうのを共有するのは結構大変やかな。じゃあそのトレーナーも1軍担当2軍担当、うん、1年間は変わらない、よっぽどなことない限り。だからリハビリ3軍っていう表現がいいのか分からんけど、そのリハビリ担当と、2軍と1軍ってこう全く違う別の動きをするから。2軍の中でもその2軍は2軍で遠征があるやんか、ウエスタンリーグとかイースタンリーグ、それに遠征に行く選手と行かない選手もいるから、怪我明けの選手だとか、まだ若くてその試合にすら出られない選手とかもおるから、その残留3軍みたいなのもあるから、結局 3つ違う動きをするんかな、遠征でやったら。トレーナーの中でも担当分かれるんですか、リハ担当、うん、ケア担当、そうそう、トレーニングするのが、まあ、フィジカルの部分、ストレングス&コンディショニングって言われるのが4人いたかな、チームに。で、1軍に2人で、2軍に2人で、2軍のうちの1人が、遠征担当して、もう1人が残留担当するみたいな。まあ、2軍がホームにいるときは2人で一緒にやるって感じ。それ以外は、ケアとかリカバリーっていうところかな。野球とか前連戦じゃないですかね、週1回しか休みないからね。そこもなんていうんですか、もういかにこう疲労回復するかがメインになってくるそう、ピッチャーはある程度コントロールできるけど、野手はそういうわけにはいかんから、もう野手はとにかくもう僕らシーズン始まってしまうとやることないというか、リカバリーをどういかにするかっていう感じやね。もちろんトレーニングするけど、とか中継ぎとかだったら、まあ、毎日投げてても3連投したらさすがに次ないなとかがあるから、じゃあ3連投した日にちょっとがっつりウェイト追い込んどこうとかはできるけど、難しい。まあ先発のローテーション入ってしまえばもう自分のペースで何もかもが進めれるから、まあそこだけはコントロールできるなって感じ。100年間大体プロ野球140試合ぐらいですか、うんうんうん、あるじゃないですか。で140試合全員出る、全部出る選手もいるじゃないですか、うん、野手の人とかで、どのタイミングでウェイトとか入れてるでもそのオフ前とか日曜日の時に入れようとかは一応ルール付けしてたりするかな。とかもうあとはもう長いシーズン考えると、試合前にあのもうある程度のことをやってしまうっていうことは基本かな。そのめちゃくちゃやるわけじゃないけど、刺激入れるっていうことをずっとこういかにこうハイパフォーマンス出すっていうよりか維持するみたいな感じが多い。そこはもう各自なんですか、それも。もちろん5年目までの子とかはあのプロテクトしてやったりもするし、まあ、それ以上の子とかは何かあったら言ってきてアドバイスするわっていうスタンスかな。んそうしたらあのやってくださいっていう人もいるし、あ ここだけ手伝ってくださいとか、まあ、僕はもう他トレーナーついてるんで大丈夫ですっていうのもいるし、その辺はまちまちかな。そう、外部のトレーナーつけるつけないもん選手の自由。あ、つけ、そう、自由。そこなんかややこしくなったりしない。あ、でもその球場に入ってきたりはしないから、情報の共有とかこういうことやってるとか取り組んでるとかは教えてもらうし、なんだろう、方向性がずれないようにはしたいけど、まあ、その子がその選手が、やってることは尊重するっていう感じ。でもどの球団もそんな感じなんですか。球団の中にチームの中に入ってきていいって言ってるチームは多分1球団とか2球団ぐらいしかないんじゃない。僕知らないだけかもしれないけど、パーソナルを入れていいところは結構少ないと思う。すごいな、野球の世界とかちょっと想像できないですね。サッカーのトップチームはやっぱこうチームによっての差ってあるじゃないですか、ね、明らかにこう資金力っていうところもすごく感じたしでも明らかにサッカーの方がシステマティックだし、なんだろう、合理的だし、なんだろう、進んでるって言った表現が難しいけど、サッカーの方が、やっぱり後で発達してる競技だからかもしれへんけど、システムとしては絶対いいと思う。そう、うん、古典的というか古いって言ったらあれやけど、
野球界独特のものってたくさんあるなと思って、うん、なんかザ・スパルタっていうイメージがね、野球って、ね、キャンプとか見ててもそうやもんね。あ、そうなんですね、うん、やっぱ結構こう走り込み、そう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 、まあね、それは常に疑問を持つけど、じゃサッカーと違うしラグビーとか違うし、で2月のキャンプの時期にそんな走る必要があるんかとか、逆に1月にそれだけ仕上げてきて2月スキルのことやろうよって言った方が僕はすんなり来るなと思ったけど、まあそのキャンプにおいてもサッカーとかやったら全員が走れるとかっていうある程度クリアする目的があるけど、その後にすぐオープン戦が 2,3 週間あって、しかも開幕やんか、だからピークをどこに持ってくるかの全然違うやんか、選手によってそのローテーションも確定って言われてる選手はじゃあ4月にピーク持ってくるか、いや5月6月ぐらいにピーク持ってくるんやったら2月じゃあ投げる必要あんのかみたいなのになってくるやん、ブルペン入る必要があるのかとか、でもそのこれからアピールしていかないといけない選手とか2軍の選手とかはもうその2月1日に僕こんだけやれますよっていうのでガンガンアピールしないといけないから、ね、1月中にはもうブルペンでガンガン投げてないといけないし、そうするとね後半夏場以降は垂れてくるよね絶対ね。あのプロ野球って秋季キャンプやるじゃないですか、 あれどう思いますか？あれはまたこの中でも触れたいけど、僕はあのスキルのことやるんやったらめっちゃいいと思う、そこでフィジカルのことやるのはちょっとあんまりナンセンスかなと思うね、うん、スキルのことをやってほしい、このシーズン課題だった、例えばインコースに攻めれなかったとか変化球が1個足りないとかそういうのはやれていいんだけど、ただただ振り込みとか走り込みっていうのはあのオフを挟んでしまうとなくなる効果やから、ね、それがまだまだどっちかというとトレーニングというよりかは商業的なイベントになってるかなっていう気がしてならないね。なんか僕サッカー的にはやっぱり考えになっちゃって、うん、サッカーだと終わった終わり、終わった終わりじゃないですか、うん、でオフでしっかり休んで、うん、もう一回立ち上げから作ってっていう感じ、うん、あるんで、うん、秋季キャンプで確かにさっき言ってたみたいにこう走り込みとか、うん、例えばトレーニング何かフィジカル的なことをしてオフになったらその効果が消えていって、うん、何やったらオフ秋季キャンプ間一回バンって休んで、うん、で立ち上げをちょっと早くするとか、うん、とかどうなんかなとか、そうまさに僕今陸上に関わってると完全そうやもんね、世界選手権終わってすぐとりあえず休んで、じゃあいつから始めますか、じゃあ次、ここのタイミングでこの大会あるから逆算してあこれぐらいから動こうかとか、そんな感じやもんね。だからシーズン終わってみんな気が抜けてるときにあんだけ高強度のことやってそれは怪我もするし、ね、昔はね怪我してもいいからやれって言ってた時代やから、あそのいろんな要素が例えば一つコンディションっていう人にしても、うん、こういろんな要素があるじゃないですか、そのメンタル的なこともあるし、で体力の要素でも持久のことがあったり筋力的なことがあったり、うん、瞬発的なことがあったりとかいろんなこうある中で、うん、それのこう刺激の配分とか、うん、どのタイミングでどれを言えるかとかすっげえ難しいです、うん、確かにそれ難しいね、それはだって要素が複雑すぎて僕らが関われるとこってほんまにこんだけしかないって思うよね、まあ、今は本当に毎年まあもちろんいつまでも試行錯誤やと思うんですけど、自分が関与できるとこってどこまでなんやろうなとか、あの自分がこう直接的に影響してる部分ってどこなんやろうな、例えば、うん、1試合通して走れてるか走れてないかとかにしても、うん、まあトレーニングはサッカーのトレーニングをしてたりするわけで、1週間その1個の問題点が起こった時にこれどこがこう関与してるのかなっていうのを考えるのが何ですか、まあそこが楽しい部分もあるんですけど、なんかすげえ悩ましい部分っていうか、うん、監督とも話したりするんですけど、うん、あとは怪我人とか出た時に、うん、この時期でここ怪我するってどんなことが影響してんやろなみたいな、うん、あとチームとして何人かが例えば内転ちょっと張ってるんですよっていうのがチームの中で何人かパッてまとめて出てきた時に俺何したっけみたいな、うん、みんなが同じ症状の時は絶対ヒントというかね、うん、SOS やもんね、うん、
トレーニングではこういうことしたしなとか、まあ、アップの中ではこういうことをこの時期継続してやってたからとか考えるんですけど、うん、結局正解はないというか、うん、まあでもいかに選手をこうストレスなくトレーニングさせるかっていうのはこっちのお仕事やと思うんで、まあそういうの悩みが出てきてる時点でなんか改善するとこはあるんやろうなって思うと楽しいな、そんな話してたらな。だから今も来年のところシーズンの立ち上げからどういう風に持っていこうかなっていうのも考えてて、うん、それが、そこが多分1年間を左右するもんではあるでもそうやというわけでですね、今日はサッカーのフィジカルコーチしている有田くんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。またまたお願いします。お願いします。